どうも、Bレジェンド染田です。Bレジェンド上野です。そして、Bレジェンド上谷です。今日もぜひよろしくお願いいたします。今日もぜひよろしくお願いします。今日もぜひよろしくお願いします。ぜひ、気合い入れてご視聴の方よろしくお願いします。お願いします。今日は 何をよろしくしたいわけですか？今日はそうですね、結構問い合わせとかでね、トレーニング初心者の方からも結構問い合わせがあったりして、うん、こうトレーニング初心者の方って結構何していいかわからないとか、そういったトレーニングの、ね、問い合わせもあるんですよね。うん、その辺についてなんか掘り下げていきたい。だいぶざっくりだね。はい、思いまして、はい、今考えたそれいやいやいや、この初心者っていうのはな、何を基準にして初心者としましょうか。今回のこの動画に、やっぱりでも筋トレ歴でしょ、それはやっぱり。うーん、なんかよく言うのがさ、筋トレ歴3年未満って初心者って言わない？ああ、そうなんですかね。そうなんですか。うん、じゃあ僕とかガチガチの初心者になるんですか？初心者の人はなかなかおっぱいもでかいけどね。ありがとうございます。そうですね、初心者、そうですね。どうですかね、初心者の気をつけること、うん、なんかこう今自分自身が初心者の頃の自分に戻って言えるアドバイスできることがあるとするならば、怪我気をつけろっていう話。そうですね、それやっぱり一番あるよね。やっぱり僕もやっぱ最初に出たのはそれだね、うん、あとベンチの重量だけ追うなっていうこと。おお、怪我するから。あ、そうです。なんか重量が体を発達させたいのか、ね、重いのを扱いたいのかっていうふうな目標がやっぱり初心者の方って定めにくいと思うんですよね。だからそれをまあ定める、まあこう重量を上げてパワーリフティングのような競技に特化させるのであれば、それはありだと思うんですけど、まあそうでなくて筋肥大を目指していくにあたってベンチプレスのマックスは果たして必要なのかっていう。なるほど。そういうところも、そうだね、うん、まあ、ベンチプレッサーとかパワーリフターになりたいんだったらもちろん重量ね目指していくのは競技としてあれだけど、うん、まあ、体でかくするんだったら、まあ、それだ、まあ、一つの要素ではあるけども、うん、それだけじゃないからね。で、怪我したら逆に、筋肥大の時間が取れなくなるわけだから、トレーニングできなくなるからね。そうですね。あとはもう基本あってのちょっと応用だよという話をやっぱお伝えしたくて、やっぱりその最初のうちから、今だと本当に便利な世の中で YouTube を見れば、まあ有名なトレーナーさんだったりフィジーカーさんだったり、某アンダーサーティーチャンピオンの上野選手のトレーニング別にとか某っていや全部全部言ってた今。まあそう、まあそういうことですまあ私もトレーニングの動画ちょっと出させて作らせてもらって、多分下のおすすめあたりに出てるだろうね。特別でも私の場合なんで流すんだなんか奇妙な結構変わったものはあんましてないと思うんですけど、うん、結構その割とその基本となる、例えばビッグスリープラスアルファの種目がしっかりと習熟度が高まってきた上での、例えばこう枝葉のセットの組み方とか種目の選び方ってあると思うんですね。なんかそのベーシックの種目がそこまでできていないのに、ちょっとそっちがこう動画で見て新鮮だからと思ってそっちに走ってしまうのは、ちょっと順番が違って、それはあまりその効果として上げにくいのかなとは正直思います。だから最初のうちは本当にビッグスリープラスアルファの、まあ、重さ、まあ、8から12回くらいの重さの更新を最初は狙っていくだけで、ある程度、まあ、かっこいい体にはなっていけるのかなというふうに思います。ここがないままこうまあちょっと面白そうだからっていうところで始めちゃうのもったいないかなと思います。なるほど、そうですよね。初心者の方に、そうですね、初心者の方にアドバイスだっけ。そうですね、まあってことなんですけど、まあ、僕も結構まだそんな筋トレ歴は浅い方かとは思うんですけど、うん、結構始めたうちって、うん、フォームとかこのトレーニングがどの辺の部位を狙ってトレーニングしてるかとかを分かってないことが多くて、なるほど、何か重さとかをこう折って、うん、ちょっとやっぱり重いの扱ってたらかっこいいとかあるじゃないですか、うん、よくあるよね、はい、初心者とかちょっと慣れてきた初心者の方には特に多いだろうね。そう、ちょっとで、うん、そこでそこの重さにこだわって、危ない、ね、はい、危ない、非常に危ない。そう、フォームとか固まってないのにそこを覆ってしまうと、うん、上野さんがおっしゃられてたように怪我にも多分つながると思いますし、うん、そのトレーニング多分全然その狙うべき部位に入ってないっていうことが起こりうると思うんで、なんか 今のなんか形からして多分ワンハンドローをイメージしてるんだから勝手に想像したんだけど、はい、ワンハンドローとかだったら、はい、多分重い重量で例えばまあ30キロとかでガンってやろうとすると、なんだろう、強引にわっさわっさって引けるんだけど、もう最後
あのホールドできないからもうバーンって掘り投げるみたいな、うん、そうですね。でその掘り投げるのもいいとは言わないんだけど、その上級者の人だったらボンと奥にしてもまだ置き方が分かってるからあれだけど、初心者の人でもし分かってなかったら本当に掘り投げるというか掘り投げれないんだけど重くて、うん、はい、なんかバーンって変な風にあの掘り出したりすると危ないよね。そうですね、怪我にもつながると思いますし、うん、ちょうど昨日ジムであの2人で撮影をしたトレーニング、はい、で染田さんはあのワンハンドローイングが苦手だということが分かりました、ね、そうなんですよ、昨日一緒にちょっとやってたんですけど、はい、それで今ふと思いました。ワンハンドロー、はい、あとはちょっとそれはもうトレーニングの話と一旦外れるんですが、これはよくあるお問い合わせなんですけど、うん、サプリメントを飲む量だったり、うん、タイミングだったりにちょっとこだわりすぎてる人は、はい、非常にこう繊細な細かいところまで聞いてくる、多くないかと、うん、食事とかもこれを食べてこれを食べてっていうところを気にしすぎな方がちょっと多いかなとは。それだけでコルチゾール出てんじゃないかなみたいな。そうです、なんかそうなってくると体を作りたいのか、その決められた通りにあの何かを口に含みたいのか、あのちょっとどっちの 目的がちょっと変わってきちゃうと思うんですね。なるほどね。こう決められた時間に決められた量のプロテインを飲むことがなんか体を大きくするよりもあの重要な目標になっちゃってないかなというところはあるので、正直もうこれはもう結構もう切り込むんですけど、プロテインこうすくうじゃないですか。まあ一食大で 30g ですか、まあ、30g のパウダーなのか 35g のパウダーなのか 25g のパウダーなのかっていうのはそんなに大きな差はないと思ってください、うん、そう割とそこはざっくりやっていただいて問題ないのかなと思ってます。まあ、その1時間とかトレーニングの1時間とかその 5g で差が出るかっていうと、その 5g が10日で 500g、例えば1ヶ月で 1.5 キロとかっていう差になってくるとかっていうと、それも 1.5 キロ飲んだ飲んでないって言っても結局1ヶ月で 1.5 キロだから、ね、だからそれがやっぱりこう積み重ねだから、何レップやったとかっていうのでもその1日で決まらないから、なんかやっぱりそのね、その辺は大きく見た方がいいかもしれない。そうですね、たまにいらっしゃる、この間びっくりしたんですけど、あの、まあ、ある方がそのまあ、スケールで測ってるんですか。 お肉をスーパーで買ってきて、うん、あのまあ、230g くらいのお肉を買ってきて、うん、でまあ、その人は1食で牛肉 200g 食べる、うん、でこれ230だから 30g 分測って200して、その後どうするのかなと思ったら捨てちゃうんですよ。おダメダメダメと思って僕食べるのみたいな僕生で食べるの それを食べたからといって何かが変わるかっていうと変わらないし、すごいねそれ。そうそう、そこまでその測りだったりにちょっとこう固執しすぎるのはやっぱり違うかなと思います。初心者の方は結構その辺陥りやすいと思います、うん、だからその上級者になればなるほどその辺はかなりざっくりやってるのかなという印象は。なるほどね、はい、思いますね。それあるよね。ありますね、うん、プロテインもでもなんかまあ話違うけどさ、プロテインあるあるでさ、なんだろう、普通まあビールジンだったらあの 20cc スプーンですり切り4杯でしょ、うん、だからあれが山盛り4杯入れてやるぜとか、あ俺は山盛りの上に5杯いってやるぜみたいな感じで飲んだりするよね、うん、あ全然話関係ないけどそうですね、まあ、我々としてはプロテインはたくさん飲んでいただければ、うん、嬉しいんですけど、うん、でも実際でもやっぱりこの間ね本でも読んだんだけど、やっぱりね40代以上になってくるとタンパク質の1回の吸収できる量みたいなことで、なんかその 20〜30g とかよりも 40〜50g ぐらい取った方がいいんだって書いてあるのも読んだし、うん、なんかそういうのもあるんじゃないかなと。で僕は実感としてそうだと思ってんのよね、うん、だからプロテインはやっぱり1回飲む量を結構多くしてる、うん、まあそうですね、うん、まあそこは本当に何だろう、結構個人差があるところであると思うんですけど、あのまあどっちか体を大きくしていく作っていくにあたってどっちがいいかっていうと、まあ、足りてないよりは多めに取った方が、ね、あのいいのかなとは思います、うん、まあ、内臓への負担とかやっぱり心配される方も多いですけど、まあ、それはちょっとあの健康診断でね、血液のこう様子とか見ながらダメだなと思ったらもちろん調整は必要かもしれないけど、まあ、そうでなければ、まあ、そこまでじゃないかなと思うんですけどね、うん、そうですね、うん、というわけでそろそろお時間です ですね。今日は締めたいと思います。はい、なんですか？もう一個あった。え？もう一個あったんですけど。何ですか？いや結構あのトレーニングしてね1ヶ月ぐらいで結果が出ないとかよく問い合わせあるんですよ。うん、
でもやっぱり1ヶ月でなかなかねこう成果が出ると思わへんから、やっぱり2ヶ月3ヶ月ぐらいこうそのトレーニング習慣とそういう栄養摂取の習慣っていうのをやっぱ続けないとダメかなっていうふうに思うんで、あのよく言うのは3ヶ月って言うよね。あ、3ヶ月一つの目安として3ヶ月っていうのはね、はい、なんかそこに関しては多分ね結果出てるんですよ。気づいてないだけだと思うんですよ。あ、そうね、1ヶ月でもね、そう最初始めた時10キロが6回しかできなかったのが多分1ヶ月もしないうちに10キロは10回できるようになってると思うんですよ。それってめちゃめちゃ大きなあの進歩だと思います。だからそういうそこを喜んでそれを繰り返してこう積み重ねていくのが結構体作りの醍醐味だったりすると思うので、起きてないんじゃなくて何か起きてないかっていうのをちょっと見返すっていうのは一つ、ね、あのやってもいいのかなと思います。はい、ぜひぜひという感じで。そうですね、はい、というわけでね、まあその辺こう YouTube を今この動画見てる方もあのまあ自分はまだまだ初心者だなと思う方もいれば、まあ割とそのそこからはもう脱却して私みたいに初心者の頃の自分にこう戻れるならいいあのアドバイスしたいみたいなところも含めてコメントでいただけたら過去の自分でもいいですし、いろんな方を見ててあのこういうあのことがアドバイスできればなっていうこともあのコメントなんかにいただけたらと思います。はい、ぜひ。で、あと何でしたっけ？あ、チャットボタン。ここからスタートなんでしょ、確か。あの締め。そうですね。あとそうですね、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。はい。あ、チャンネル登録ですね。よろしくお願いします。ちょっとグズグズじゃないですか。はい、ということで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。グッドボタン、チャンネル登録ともに。はい。それではまた会いましょう。さよなら。さよなら。さよなら。